アウストラシアの領域。アキテーヌは、ネウストリア、ブルグンとアウストラシアの所領で複雑に区分されているアウストラシアとも。いずれも、東方の土地の位は、メロビング町、フランク王国の北東部、現在のフランス東部、ドイツ西部、ベルギー、ルクセンブルク、オランダから構成されていた。メスは、首都としての機能を果たし、アウストラシアの省は、ランス、トリア、 ケルゴも支配した。また、アウストラシアは、イタリアから見た北東の地域を指す用語として、北西を意味するネウストリアと対照的に使われた。511年、フランクオ・クロービス一世が死去すると4人の息子が王国を分割し、テウデリク一世がアウストラシアとなる領土を相続した。テウデリク一世の流れを汲む王の子孫は、クロタール一世が、 他の文王国を統一する555年まで、アウストラシアを併合し、558年までに、フランク王国の領土全域を継承した。クロタール一世は4人の息子に領土を再分割したが、567年、カリベルト一世の死により4つの王国は合併して3つになり、アウストラシアは、シギベルト一世、ネウストリアは、キルペリク一世、ブルグントは、 グントラムが治めた。これらの王国が、カロリング朝が起こるまでの間、フランク王国の行政区分となった。567年から、シギベルト2世が死去する613年まで、ネウストリアとアウストラシアは絶えず争っており、ブルグントが、両国の朝廷を行っていた。両国の戦争は、アウストラシアの王妃、ブルンヒルドとネウストリアの王妃フレデグンドの代で、 頂点に達した。613年、ついに、ブルンヒルドに対する貴族の反乱が起こり、裏切られた彼女は敵であり、自身の追いネウストリア王クロタール2世に引き渡された。クロタールは、他の2国を支配下に入れ、フランク王国の統一を果たすと首都をパリに定めた。初めて時代を通じて救済が置かれたが、この役職は、 それぞれの文王国で王と国民の仲介役として働いた。アウストラシア初代の救済はアルヌルフ・ピピン一族から登用され、彼らは父としてではあるが地位を安定して向上させ、ついにメロビング家の一族に代わって王座に君臨した。623年、アウストラシア人はクロタール2世に自国の王を求め、クロタールは 息子のダゴベルト一世をアウストラシア王に大ピピンを救済に任命した。ダゴベルトの統治は広く受け入れられ、629年、彼はネウストリアとブルグントを継承した。アウストラシアは633年に国民が再び自国の王を要求するまで空意となった。ダゴベルトは彼らの要求に応じて、長子シギベルト三世をアウストラシアへ派遣したが、 宮廷が、救済に牛耳られたため、歴史家には、メロビング時代の対談王とみなされている。657年、救済グリモアルドは、自分の息子キルデベルトラダブテ王に擁立し、彼は662年まで王位についた。以降、アウストラシアは、アルヌルフ・ピピン一族出身の救済の支配する王国となり、彼らの権力基盤となった。 687年のテルトリーの戦いで、ナカピピンは、ネウストリア王テウデリク三世を破り、フランク文王国における救済の地位を確立した。これは、同時代の人々にも彼による支配の始まりとみなされ、メロビング時代の終焉まで続くネウストリアに対するアウストラシアの優位性を知らしめるものでもあった。718年、カール・マルテルは、 アウストリアの後押しを得て、ネウストリアと戦ったが、フランク人をアウストラシアのもと統一するのには、難獣し、アウストラシアの統治者としてクロービス4世を選任したが、彼が全フランクを掌握できなかった最後の統治者となった。719年、フランク王国は、アウストラシアの支配のもと永久に一つの国になった。 カロリング時代、あるいはそれ以後もアウストラシアは、時に、フランク王国の領土の東方を指す基準として、また、幾分不正確であるが東フランク王国の同義語として使われた。翻訳元翻訳。ありがとうございます。